YD ドックのラジ線情報です。 JMSS 日本模型潜水艦協会が主催する日本唯一のラジコン潜水艦の競技会サブマリンレガッタジャパン、その参加潜水艦の貴重な映像をご覧ください。こんにちは。こんにちは。はい、お名前ハンドルネームをお願いいたします。青木勇です。はい、どちらから来られました。茨城市からです。はい、今日はどんな船を持ってきていただけましたか。ガトー級です。ガトー級、これ大きさは何分の1。これは多分72分の1は思いますけど。これはプラモデルなんですね。そうです、はい、はい。どこの会社ですかね。ちょっと分かりませんね。トランペッターどこか、レベル、レベルのプラモデル、うん、プラモデル、皆さん見てください。こんな大きいプラモデルがあるんですよ、これ。昔は春をね、船体のこと春と言いますが、はい、春をもう手に入れるだけでも大変やったんですが、さて中を見せていただきましょう。はい、はい、上部甲板を開けて、まずその裏側を見せていただいていいですか。その裏、はい、はい、もう皆さんこれ普通のプラモデルです。そうです、はい、ちょっと軽くするためにだいぶ削ってますけども、はい、プラモデルで、はい、皆さんお分かりですか。こういう風にスタイロフォームですね、はい、スチレンフォーム、あの発泡スチレンなんかはこれ浮力バランスの調整するためにつける、これが ラジコン潜水艦ならではですね。はい、はい、それで中を見せていただきましょう。はい、はい、ウォータータイトシリンダー WTC が見れます、はい、見ることができます。これはキャプテンさんの WTC ですか。材料はキャプテンさんです、うんうんうん、はい、かなりご自身で手を入れられた。もうまあね、飛行モーターなんかは飛行機のやつのあまりをこう使ったり、これのブラシレスモーターですかね。そうです、はい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 、今ような感じでアップデートされております、はいはい、これガスバラストシステムですね。そうですね、はい、はい、でここにはリチウムポリマー、まあ、バッテリー外れてますけどリチウムポリマーのバッテリーがつくと。そうです、サンセルの3000を入れてます。こういったところに、前のバウプレーンですね、はい、を動かすリンケージがこう見えておりますですけれども、はい、それから、ここにサーボがセンダーラダーのサーボなどが見えてます。それから、はい、これはガスのメインタンクブローとかベントオープンとかのサーブですね。はい、はい、多分これはアンプでしょうか。アンプです ね、はい、ジャイロはついておるんですかね。こちらの方に、はははは、はい、これでだいぶ安定してますので、ピッチ、はい、いわゆるジャイロというかピッチコントロールですね。そうです、はい、でここに、なんか素晴らしい感じのこうギアダウンのシステムがね、はい、見て取る。これもワンオフで作られた。そうですね、特注ですね。素晴らしいですよ、これ、はい、はあ、なるほど、はい、まあ、こういった形、はい、あちこちにこうバランスを取るための、はい、発泡スチロールというかがつけてあります、はい、このスクリューなんかこうどうされたんでしょうか。スクリューはから、一応既製品なんですけどね、うんうん、スクリューモデル用のものを適宜、はい、つけられた、はい、ということですね。はい、はいはい、ありがとうございました。また来年も楽しみにしております。はい、はい、こちらこそよろしくお願いいたします。来年もよろしくお願いします。はい、おむかじ、はい、右、リトライできますよ、ぐるっと回ったらやってください。
ました。はい。いかがでしたでしょうか。 JMSS 日本模型潜水艦協会のご厚意で貴重な映像をご覧いただきました。このシリーズは2003年から現在までの参加艦をランダムにピックアップしてお届けいたします。ということで次回もお楽しみに。よろしければチャンネル登録お願いいたします。